はい、どうもリアルワッキョーです。さて今回はですね、もう3ヶ月目になりました肥満の弟ダイエット企画、はい、ということでですね、はい、もうね、まあ、さっきも言ったようについに3ヶ月目になって、大体で人間の体のそのサイクル、まあ変革のサイクルというのは大体3ヶ月と言われてるんで、一つの節目となります。だから最初から果たしてどれくらい減ってるかっていうのをちょっと見ていきましょう。では実際にちょっと測定の方に入っていきます。では体重計に乗ってきます。はい、はい、はい、体重は 82.5kg、 もうだいぶ減ったな。そして体脂肪率は 26.3%、 多分これも減ったんじゃないかな、結構。まああとは、まあ、基礎代謝があって、体年齢が32歳、もうちょっと頑張らんというかな、これは。じゃあね、3サイズを測っていきます。3サイズはウエスト、チェスト、腕ですね。まずはウエストから。こっちだね。お、ちょっと待ってよ、これ。やばいね。おぉ !86.5! 超落ちてる。105でしかない、最初。あ、ちょっと待って。次はチェスト。胸。これもね、最初105でしたね。お、105から100かな、うん、133から、腕が、なんと、これはね、35.5。すごい。あの、お腹が引き締まって、お腹はもう10数センチ、うん、20センチ近いか。20センチ近く引き締まって、腕が太くなるという、うん、すごいね。3ヶ月の変化です。まずね、前はこんな感じ。フロントポーズ撮ってみて、和樹くん。よし。そう。片方手。そう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 。お、腹筋にもちょっと力入れて。お、ちょっと腹筋のラインが見えてきてるな。お、肩なんかもしっかりと形が出てきていいっすね。お、いいな、和樹くん。そして今度横。サイド。横向いて。もう普通に横向いていい。そう。あ、いいね。お腹もちょっとへっこんだ気がする。あ、そして、後ろ。バックポーズ。はい、じゃあ、後ろ、片方手は。お、でも肩甲骨が出てきたね。ちょっと前は肩甲骨がなかった気がするよ。いいね。はい、じゃあ、フロントポーズ。もう一回ちょっとポージング取ってみて。お、こうか。多分逆やったね。こうやった。あ、そうやった、そうやった。お、いいね、いいね。いい感じ、いい感じ。はい、ということで、一応3ヶ月終わって、まあ、最終目標は9月10日のマッスルゲートというね、大会なんですけど、この3ヶ月とりあえずダイエットがまず、ひとまずね、半分ぐらい終わったんだけど、終わってからの感想というのはどんな感じかな。まあ、できるトレーニングの中で、まあ自分の中ではしっかり追い込んでやって、で、まあ食事も気にしながら食べた結果で、まあここまで来た。自分としてはどう？いや、やっぱりその、まあ、食べたいものとか、なんか、まあ、うまく落ちていかない時期とかもあったりとかしたけん、それがもどかしい時期もあったし、なるほどね。うん。まあ、でも、結局また続けて落ちてきたけんが、そういうことね。まあ、結果的には良かったのかと。まあ、そうだね。うん、結果を見れば。ちなみに、一応、俺の方から言うとね、うん、俺の方から言うと、まあ、ものすごいね。うん、頑張ってて結果としては結構良かったかなと、ただ思うけども、ただ目、うん、それはね、あくまで一般的なダイエットの話であって、うん、一応今の和樹くんの目標というのは9月10日のマッスルゲート、一応ね、筋肉の大会、うん、うん、って感じかな今もうちょっとね、うん、いやだって一応最終の一応ゴール設定としては体重はね、できれば70を、逆に70それくらいじゃないと戦えないかなと考えてるから、そうなるとあと12キロぐらい、うん、いや、かなりペースとしては遅れてるから、そうだから、まあちょっと厳しいものがあるのかなと、うん、で、和樹くんのダイエットについては頑張ってた、うん、めちゃくちゃ、あのね、1ヶ月目は、ね、ただ1ヶ月目以降がやっぱりね、集中力が切れてちょっと頑張りもちょっと弱くなってきたのかなという感じがね、和樹はどう、それは心境としてはなんかある気がする、ない気がする。まあ、2ヶ月目からやっぱり、ああその落ちづらくなってきてるけん、ね、
そうね。まあ、1ヶ月目とあんまり何も変わってなかった件が、なのか。あの、一回ほら、まあ、これちょっとカメラではあれだけど、ぶち切れられたやん、俺に。それまでが3週間ぐらい、ちょっとメールがなくて、体重のね。で、3週間ぶりにメールが来たら 1.5 キロ増えてるというね。そういう状態で、やっぱそういうところかなと思うね。うん、やっぱりほら、体重を報告すること、その義務によって、ちょっと気をつけるやん、よりね。うん、実際ほら、そこからさらに作戦会議もできるやん、うん、やっぱそういう細かいところが重要なのかな。そして実際ほら、メールするようになったらすぐ落ちたろ、うんうん、やっぱりそういうメンタル的な部分も含めて結構ダイエットっていうのは大事。そして、まあ、実際にこう言ってるけど、和樹君自身の健康も大事やけんが、うん、ほら、あの、もともと糖尿病になりそうやったそっから始まっとるけんが、いや、よう頑張ったなと思うけど、まあ、体作りをする上で健康もしっかりと手に入れてもらいたいと思っとるけんが、まあ、そういう意味でちょっとね、よりね、高みを目指して頑張ってほしいなと思うね。だけんが、あと、残り3ヶ月半か。はい。かなり厳しくはなると思うけどね。はい。うん、まあ、そして俺の当たりもちょっとより厳しくなっていくとは思うけど、まあ、そこはね、和樹くん、頑張っていこう。まあね、ダイエットという未知の領域やけん、ね、今までやってきてないけん、やろう、そう、なおさらやっぱビビる部分とかもあるよね、ちょっとね、うん、まあ、そこはね、あの、ほら、遠慮せず聞いてきてもらっていいけど、うん、今ちょっとうまくまだ聞いてない状態もあると思うけんが、うん、まあ、最近でもだいぶいいから、ね、うん、そうで、だけんが、まあ、しっかりと遠慮せず聞いてもらって、どんどんね、うん、やっていこう、残り3ヶ月半、まあ、大会に出るまで頑張っていこう。ってことで、皆さん、今日はここまでですね。ぜひね、あの、和樹くんの、まあ、あと、大会の道のりを、ぜひ応援してください。今回は以上で終了となります。和樹くんからもなんか一言。応援してもらってるので、あの、それなりの結果を残すように、頑張りたいと思います。頑張れ。ということで、今回はここまでです。以上で、さよなら、バイバイ、じゃあねー。チャンネル登録をお願いします。いいねもお願いします。 他の動画も見てね。バイバイ。バイバイ。